およそ6割の学生が県外への就職を選んでいます。人材の流出を食い止めようと、地元企業を集めた就職ガイダンスが青葉区で開かれました。宮城就職ガイダンスは、県と宮城労働局などが毎年開催していて、今年は県内に事業所がある82社が参加しました。業種は製造業や宿泊・飲食サービス業など様々で、学生たちは事業内容や職場環境について説明を受け、仕事への理解を深めていました。どういった職種なのかとか、社風だとか、いろんなものをたくさん聞けて、大変勉強になりました。親がその会社を経営してて、それを継ぐためにその販売の力が必要かなと思ったので、そこに就職しようと思いました。県によりますと、例年県内の大学や専門学校を卒業した学生のおよそ6割が就職で首都圏など県外に流出していて、人材確保が課題となっています。こういった場を作ってですね、一人でも多くの方が県内で就職していただけるように、一社でも多くですね、企業さんのことを知っていただきたいなと考えています。